私たち松園ベンチャーズは3年ほど前に結成されております。そこで松園地区この隣の松園地区公民館で月2回ほど練習をしております。それで最初はですね、初心者ギター教室ということで松園公民館の企画で、やりまして、今や岩手はもちろん全国的に有名になっている歌手福田浩平さんの専属ギター、奏者佐藤真也先生のご指導を受けまして、ここまでやってきましたけれども、先日その先生がですね、突如亡くなられた形になりました。それで非常に私たちも残念ですけれども、今日はその先生の追悼の意味も込めて演奏をしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでやる曲はですね、11曲ほど準備しております。一応景気よく震える C、 これはオープニングでよくやる曲でございます。あと次はですね、霧のカレリア、これはスプートニクスの、ヒット曲で、いろいろ静かなギターの曲でございますね。で次はですね、京都の恋、これは渚優子が歌ってヒットした曲で、皆さんご存知の曲かと思います。元気よくクルエルシーから始めたいと思いますので、はい、ドラムの合図でオープニングです。どうぞ。曲で霧のカレリアです。どうぞ。
次は、渚優子の曲で京都の恋。紹介いきます、まず我が松野ベンチャーズの、リードの要永井仁志。はい、次古舘正義。はい、同じくリード村松正美。はい、サイドギター、はい、大月あきら。はい、下地谷尾。あと、佐々木修。はい、そして私、西舘武雄、サイドギター。あと、ベースギター、駒込節郎。今日駒込さんはいつもサイドギターでございましたけれども、器用な方で佐々木さんのベースの、代わりで、ありがとうございます。はい、そして我が松戸のベンチャーズのリズムの要、村上春夫。ドラマ。はい、ありがとうございます。それじゃあ、次はですね、小山アルミが歌ってヒットした曲で、さすらいのギターです。はい、どうぞ。Thank you.
がとうございます、次はですね、朝日の当たる家、これはアニマルズが、弾いてヒットした曲でもございます。それをベンチャーズがカバーして、これをまた大ヒットしております。どうぞ。
というかアパッチという曲でございます。これはイギリスのシャドウズが弾いて大ヒットした曲で、ベンチャーズがそれをカバーしております。これもノリのいい曲ですから、どうぞお聴きください。どうぞ。
ありがとうございます、これもまた次も景気のいい曲でございます。二人の銀座、これは山内健と泉雅子のデュエットで歌われて、そしてそのまま映画のタイトルにもなりました。はい、二人の銀座、はい、どうぞ。そして最後の曲として、ベンチャーズメドレー、ウォークドントランパーフィディア木の葉の子守唄です。じゃあどうぞ。
ズゾンのベンチャーズの、はい、皆さんのアンコール。Thank you. ありがとうございます。